イジドール・ジョフロワ・サン・イコール・ティレールは、フランスの動物学者、解剖学者。フランスの博物学者、エティエンヌ・ジョフロワ・サン・ティレールの子として1805年12月16日にパリに生まれ、幼い頃は数学への適性を見せたが、やがて自然科学や医学の勉強に打ち込むようになり、1824年父の助手に指名された。 1832年から1837年にかけて、地形学における偉大な功績とされる、イストワール・ゲネロル・イ・パーティク・ウリター・でアノマリーズ・デール、オーガニゼーション・シェール、オムイレ・アニムを表した。1829年に、父の鳥類学講義を引き継いで完遂した後、3年間、あったねで、動物学を、高等研究実習院で、地形学を教えた。 1833年にフランス科学アカデミー会員に選ばれ、1837年にはパリの理学部で父の代理に指名される。翌年ボルドーに赴任してパリのと同様の学部を創設した。その後も引き続きパリアカデミーの観察官、フランス国立自然史博物館教授、大学の総括観察官、理学部動物学教授などを歴任した。 1854年にパリ純化協会を設立して会長を務めた。1861年11月10日、パリで死去した。主な著作物に以下のものがある。また、これ以外にも動物学、比較解剖学、古生物学などについて多くの論文を残している。ありがとうございます。